ほら、コルセットつけたんで、激しい運動しなければ大丈夫って言われたっす。仕事に燃えるのもいいけど、あんまり無茶しないでよね。でも、おかげで夏美さんに会えたっす。え？ところで、激しい運動ってどれくらいのことを言うんでしょうね。夏美さん？え、今日は退院祝いでおごってあげる。本当っすか？手料理じゃないけどね。